the actual work itself, 009 Recyborg, it was originally a manga in the 60s and has then been revisited many times as both a kind of TV project and then in some films as well. And obviously this is a the newest and most up-to-date version. But Shitaro Ishinomori, who wrote the original manga, was incredibly prolific and has a massive kind of influence on manga generally. And I just wanted, just because obviously I know there are probably a lot of anime fans here, but probably some people who aren't so aware, could you just tell us a little bit about the importance of the work? 009 はもう日本のアニメファンの間ではそのタイトルを知らない人はいないぐらいとても有名な作品なんですけれども、石ノ森先生にとっても代表作で、いろんな、なんていうのかな、その節目節目にその漫画は描き続けられていたんですけれども、ファンがあまりにも009が好きすぎてね、石ノ森先生が連載を再開するとみんなすごく喜ぶんだけど、でももっとそんなエピソードじゃなくて自分たちの見たいエピソード書いてくれっていうことで文句も言われてとても大変だったというふうに聞いてます。それぐらいファンの人たちにも愛されていた作品だと思いますね。で、石ノ森先生が若い頃にですね、本当にまだ世界旅行とかを一般の人ができない、特に日本人が世界中をね旅行して回るようなことができない時代に若くして世界を回っていろんな国の人とこう出会う中で009のアイデアを作り、それもあったのでこうメンバーがね、世界中のいろんな人種が混ざったメンバーで構成されたヒーローっていうのを石森先生が思いついて作られた、もう本当に今から40年も前に考えたアイデアだとは思えないぐらい素晴らしいアイデアですよね。一度連載が終わったんだけれども、もっと素晴らしい作品を作ろうということで神々との戦い編というですね、石ノ森先生がその009で最後に書いていたエピソードがあるんですけれども、それはその戦争をね、人々が戦争をやめることができないのはなぜかと、それは人類そのものが悪なんじゃないかということで、神様が怒って人類を滅ぼそうとするというですね、すごく壮大なエピソードを石ノ森先生は書いていたんですけども、その執筆の途中で亡くなってしまったんですね。なので日本の多くのファンもその完結編を読みたかったんだけれども、もう誰も読むことができない、そういう意味でも石ノ森先生の本当に代表作になっていた作品なんですね。